とんでもない時代、平安時代の謎5選。平安時代といえば今から1000年以上前のこと。ひらがなも発明され、文書が多く残っていることから、それまでの時代に比べれば分かっていることが段違いで多くなります。でも1000年前のこととなると、近代に比べてまだまだ解明されていないことは多いです。そんな中で5つの謎についてクローズアップしてみました。陰謀渦巻く炎上事件、応天門の変。平安時代には天皇に代わって臣下であるはずの藤原家が権力を握り、摂関政治が行われていました。その摂関政治を盤石なものにしたきっかけとなったのが応天門の変なのです。一体どういう事件だったのか。きっかけは貞観8年ウルー3月10日、866年4月28日に応天門が放火され炎上したことです。応天門は官人が仕事を行う聴導院という建物の南側にある門。聴導院には天皇が政務を行う大極殿があり、出勤時間に重なっていればあわや天皇の命も危なかったという大事件だったのです。そのため即座に犯人の追及が始まったのですが、当時大納言であった伴善男が左大臣の源信が犯人だと訴えました。当時の官職で言えば、左大臣は行政官僚のトップ。しかも源信は嵯峨天皇の子供で、姓を賜って親戚降下した人物。かたや伴善男は天孫降臨まで遡る名門大友氏の末裔。名字が伴野になっているのは、後の純那天皇の名が大友の皇子だったことから改姓したという忠義者の家系。しかも応天門は大友氏が作った門だったものですから、火事にあったことで最も心を痛めていた人だとも言えます。それらのことから、伴善男の訴えを正しいと判断した右大臣の藤原良実は、源信捕縛の命を出し、屋敷を包囲する急展開になります。でもこのことは当代の清和天皇には伝わっておらず、あまりの急な展開をいぶかしんだ太政大臣の藤原良房が奏上し、清和天皇は包囲を解き、改めて調査の命を下すことになります。その結果、源信への嫌疑は晴れ、改めて捜査が行われました。事件から5ヶ月ほど経った頃、下級官人であった大焼の高取が、出火の直前に伴善男、伴中常親子が門の前から走り去るのを見たという証言が上がり、両名が容疑者として急浮上します。その後厳しい取り調べの後、自白を経て有罪が確定。政敵である源信を陥れる陰謀だったのです。伴善男は伊豆へ、伴中常は沖の国へ流罪。一族老頭も流罪を言い渡され、伴一族は急速に衰退していきました。以上が事件の全容ですが、神話の時代から続く名門であった伴善男がライバルを追い落とすためとはいえ、直接手を下すのにはあまりにも危機感がなさすぎます。高位の貴族なら人を雇って実行させれば良いと思いますが、そういう見方をすると、伴善男に指示をした人物が他にいるのではないかという疑問が湧きます。事件解決後、右大臣であった藤原良実は病気で、左大臣であった源信は落馬事故で他界してしまいます。そして藤原良房は応天門の変解決の功績を認められ、清和天皇から摂政の宣言を受けます。
それまで摂政は皇族にしか許されない地位でした。藤原義房が臣下の身分でありながら天皇の外戚となり、摂政の位まで手にしたことで、藤原氏による摂関政治の礎を築くことになりました。この事件で一番得したのは藤原義房だったわけですね。ということは、もしやという疑念が湧くところですが、真相は歴史の闇の中です。現在でもパワー全開、正門の首塚。人が亡くなってから神として崇められることはよくあります。崇められている理由が強力な怨念を鎮めるためというのもまたよくある話。日本で三大怨霊と言われているのが菅原道真、崇徳院、そして平将門です。平将門は桓武天皇から五代下った子孫、桓武天皇のひ孫にあたる高持王が親戚降下し、平姓を名乗って上総介として今の千葉県に赴任します。任期を終えても帰郷せず、そのまま日立の国、茨城県、下総の国、千葉北部と茨城西部を開墾し、関東で勢力を拡大していきます。平将門はその高持王の孫。関東で育った将門は15、6歳の時に京へ上り、藤浦北家の藤原忠平と主従関係を結びますが、桓武天皇の血筋であるにもかかわらず、藤原政権の下では良い役職には就くことができませんでした。平安京で要職に就くべく努力しましたが報われず、上総を治めている父平義政が他界したため故郷に戻ることになります。しかし戻ってみると、医療は父の兄たちに無断で分割されており、領地をめぐる一族争いが起こります。しかし武将としてのスペックの高かった将門が全ての争いに勝利し、関東の人々からも尊敬を集めていることから、朝廷は攘夷任官しようと検討するまでに。この頃は単なる同族内の争いと朝廷では見られていたんですね。しかし平将門の中では、藤原政権やそれにおもねる国司の横行などに不満が渦巻いていました。そんな時に日立之助の藤原のこれちかに敗れ追われていた藤原の春明をかくまい、武力で藤原のこれちかを撃退したことで、思いがけず朝廷権力に背くことになってしまいます。その後関東一円を武力で制圧し、自ら親王を名乗り、関東で新たな国家を作ろうとする将門。しかしさすがに朝廷はこれを許さず、将門を倒した者を貴族にするというお触れを出します。その結果、将門の父の医療争いの時に父を討たれ、恨みに思っていた平貞盛と野心家の藤原秀里が連合で将門を攻撃。再三二人の軍を撤退させるほどの武力を誇った将門軍でしたが、結局将門は額を矢で射抜かれ絶命してしまいます。そして将門の首は京都の都王子の河原で晒されました。日本で最初の獄門です。しかし晒されてからも腐らず、目を見開き夜な夜な、むくろつけて一線左遷、俺の道はどこだと叫んでいたそうで、ある夜とうとう体を求めて発光を放ちながら東へ飛んでいったと言い伝えられています。そしてその首が力尽きて落ちたと伝えられるところに首塚が作られ、最も有名なのが東京の大手町にある正門塚です。現在の地価でおよそ40億と言われる場所ですが、現在でも
く同じ場所に安置されているのです。そんな高価な土地に祀り続けているのはなぜか。実はこの正門塚は移動させようとすると怪異を起こすことで有名で、関東大震災の後、大蔵省の仮庁舎を建てるために正門塚が撤去されると、大蔵省関係者が次々に他界。また戦後に GHQ が駐車場にするためブルドーザーを稼働させたところ、原因不明の横転で運転手も命を奪われます。これらのことは偶然なのか、それとも。その後移動させられることなく、東京の一等地に正門塚は今も鎮座しているのです。作者は紫式部じゃない？源氏物語の本当の作者、大河ドラマでも取り上げられて時の人になっている紫式部。彼女が作り上げたとされる大傑作が世界各国でも翻訳されているベストセラー、源氏物語です。全54条からなる長編小説ですが、前半部分と後半部分では明らかな筆致、文章の書きぶりの違いが見受けられるそうです。長編ですから書き上げるのに長い期間がかかり、その間に変化していったとも考えられますが、本編に作者名は出てこないのはもちろん、写本といわれるものしか現存していないため、原本に物語のタイトルも筆者について書かれていたかも定かではないのです。紫式部が作者だと言われている根拠としては、当時の歌人藤原の金等が紫式部日記の作者、つまり紫式部に対して、阿那可士子、この辺りに若紫や三郎、つまり失礼ながらこの辺りに若紫はおいでかな、と冗談交じりに呼びかけたことが紫式部日記の中に記載があること。また孫皮文脈という南北朝時代から室町時代初期に完成した正史や経図体制の中で、藤原の為時の娘に源氏物語の著者であることが注釈で記されていることが根拠とされています。しかし紫式部日記ですら前半と後半では作者が違うのではという説もあります。そのような理由から作者は別にいる、あるいは複数の人間で書かれた物語であるという説はかなり昔から言われているのです。主人公である光源氏のモデルは藤原道長と言われていますが、それ以外にも醍醐天皇の大従巫女であった源高明という説もあり、この源高明本人が作者であるという説もあるんです。光源氏は親戚降下して源姓を名乗っていますが、藤原の一族に名を連ねている紫式部が源の一族を称賛するような物語を書くのは不自然であるというのが大きな理由です。加えて女性が書いた物語なのに作中で女性言葉が現れないことや、妊娠や出産について書かれた物語には出産経験なる女性が書いたものとは思えない矛盾があるという点、さらには源氏物語の時代背景が紫式部が活躍した時代よりも数十年前のものと考えられることなど、多くの矛盾点が指摘されているのです。源高明は914年生まれの男性で、紫式部の生まれる60年以上前に生を受けていることになります。これらの疑問にもバッチリ符合する人物なんですね。それに紫式部の父の役職である式部の大将とほぼ一緒の官職である同式部の将という登場人物が、母木木の将天代の品定めのエピソードで愚かな内容の話をする役回りになっており、
父親を思わせるような登場人物に果たしてそのようなことをさせるかという疑問も起こります。源高明作者説の他にも複数の人物による合作であるという説もあります。もともと紫式部が書いたものを三席の一人である藤原行成が清書したと言われており、その際に藤原道長も自分も参加したと奥書を加えているということが室町時代の注釈書花海抄という書物に書かれています。また同じく注釈書である花鳥余生には藤原為時が作った物語で娘の紫式部に細かなところを書かせたという記載も見られます。またこれはよく聞かれる説ですが、宇治十条は紫式部の娘の第二の三味が書いたという説もありますね。いずれにしても原本となる書物が存在しないため、真相は謎のままです。美魔女の陰謀？兄弟喧嘩？クスコの変。平安京に遷都してから10年も経たない810年に平城京に戻そうとする動きが持ち上がり、それを阻止したという一連の騒動がクスコの変です。このクスコというのは女性の名前で、藤原氏家のうち式家の女性のことです。平安京遷都の頃は氏家のうち式家が隆盛を誇っており、そんな中で桓武天皇の皇太子である安倍親王にクスコが産んだ娘を嫁がせます。まだ幼い娘の受胎を心配した母クスコが付き添ってきたことが混乱の発端でした。この時安倍親王は20代半ばで、まだ10代前半というクスコの娘よりも年上だが、女性としてフェロモン全開のクスコの魅力の虜になってしまいます。嫁の母親と不倫関係を結んでしまったことが父親の桓武天皇にバレて、クスコは宮廷から追い出されてしまいますが、806年に安倍親王が平城天皇として即位した後、再びクスコを皇宮に呼び戻します。そして内侍の神という女官最高位を授け、自分の傍らに常に置くようになります。こうしてクスコとその兄の藤原の仲成が宮廷で大きな権力を持つようになります。しかし風病を患っている平城天皇の御代は長くは続かず、809年には病気が悪化し、弟の嵯峨天皇に譲位し平城上皇となります。しかしクスコたちはこの上位に納得しておらず、平城上皇の健康が回復すると再び天皇の座につくことを画策。捨てたはずの平城京に移り、そこで監察使の廃止や参議の復活などを行うなど、政治への介入を始めます。二つの首都と二人の天皇が存在する二朝対立の状態になります。そして810年、平城上皇が平城京への遷都を宣言すると、平安京に向けて挙兵しますが、嵯峨天皇の兵力には及ばず敗退。平城上皇は出家、仲成は処刑、クスコは服毒自殺し、この騒動は幕を閉じます。当時の歴史書である日本後期には、クスコが平城上皇をそそのかしたということが強調して書かれており、上皇を擁護しているように見受けられるのですが、平城上皇は風病持ちであっても桓武天皇と同様、非常に政治手腕に長けた人物だったようで、地方の状況を把握するために国司とは別の使者を派遣したり、無駄な官庁を統廃合してスリム化することで効率化を図るなど、3年という短い治世の間に様々な改革を行っています。そのため病のために上位はしたものの、
やはり政治に対する情熱は捨てがたく、平城天皇主導で平城京への遷都が計画されたのではないかという見解も持たれるようになってきています。そのためこの事件についても平城太上天皇の変と言われるようになっています。太上天皇とは上皇と同じ意味です。またこの事件の後、藤原氏家のパワーバランスにも変化がありました。当然のごとくクスコの式家は没落し、代わりに冬継が筆頭となっていた北家が浮上します。北家は後世に藤原の道長が出る家系です。そしてその系統は五石家としてそれぞれ近衛や高塚さ、九条、一条、二条など姓を変え、現在にも続いています。この事件で一番得をしたのは結局北家ということですね。ということはすべて歴史の闇の中です。超短命な都、長岡京。平安時代は794年の平安京遷都が始まりとなっています。それまでは奈良の平城京が都となっていましたが、平安京に遷都されるまでの間にもう一つ遷都がありました。その時に移されたのが長岡京です。784年に京都盆地南西部の丘陵地帯に造営された都で、周囲には桂川や宇治川などの大河が流れ、水陸交通の便の良い場所でした。しかし794年には平安京への遷都が行われます。つまり長岡京が稼働していたのはたった10年ということになります。なぜこんなに短命だったのか。そもそも桓武天皇が平城京から都を移そうと思い立った理由は、奈良時代後期、高見上皇聖徳天皇が道教という僧侶を寵愛したことから、政治に介入してきた仏教勢力を削ぐことでした。また672年の壬申の乱以降続いていた天武天皇の血筋から天智天皇の血筋に戻ったことを知らしめるためとも言われています。桓武天皇の父である弘仁天皇は天智天皇の直系で、本来継承順位は低かったものの、天武系の子女が次々と亡くなっていたため62歳という高齢で即位します。およそ100年ぶりに天智系天皇の継承が行われたのです。長岡京は平安京と同様に縦横五番の目のように通りが設置されている城防制を取られていましたが、平安京よりもひょっとしたら大規模かと思うほどしっかりと作られていました。決して10年で移るような仮の都ではなかったと思われます。しかし実際は再び遷都してしまった。これには様々な理由が考えられています。一つは長岡京造営の指揮を執っていた藤原の種継が暗殺されてしまい、工事が滞ってしまったこと。そして二つ目は、藤原の種継の暗殺に関わったとして処罰された弟で皇太子だった佐原親王が亡くなった後に、桓武天皇の皇后や母、夫人が立て続けに亡くなったり、息子が風病に悩まされたり、さらには桂川の氾濫や疫病の蔓延などが立て続けに起こったこと。これらが佐原親王のたたりだと恐れ、平安京へ逃げ出したとも言われているのです。もともと仏教勢力をそぎ落とし、天皇中心の政治を安定させたいという目的での遷都だったため、疫病や河川の氾濫などが続くようでは、政治を安定させることは難しいという判断からの平安京遷都というのが本来の理由だったのでしょう。しかし
佐原親王のたたりというのも桓武天皇の心には強く影響していて、平安京の建設に際しては玄武、青龍、白虎、朱雀の指針に守られた詩人相応の地という風水の思想を取り入れ、平安京の地を選び、さらに東西南北にある大きな石の下に仏教経典を埋めることで人工的な魔界封じを施し、怨霊を近づけないようにしたそうです。さらに都の東西南北にスサノオノミコトを祀る大将軍神社を建設し、さらなる防御壁を作り、鬼門や裏鬼門の方角に守りとして神社や寺院を改修したり造営したりすることで鉄壁の守りを固めた。もちろん佐原親王の魂を鎮めるための御霊神社も御所の南北に建設されました。相当ビビっていたことがわかりますね。それだからこそ千年以上経った今でも京都の町は変わらずに栄え続けているのかもしれませんね。政治判断から長岡京を後にしたのか、たたり怖さに逃げ出したのか、そのどちらでもなかったのか、すべては歴史の闇の中です。まとめ。平安時代、貴族中心の世の中で様々な思惑が交錯し、今でも明かされない謎が多く存在します。歴史を記した書物は勝利者やその時の実力者の意向が強く反映されるため、都合の悪いことは書かれませんからね。今後新たな発見から謎が解明される日は来るのでしょうか。楽しみに待ちたいと思います。